おはようございます、沼です。はい、今回は久しぶりにガチャ動画を撮っていきたいなと思います。来ましたね、最初の LR 衣装。昨日だったんですね。なんか公式さんのツイートで来るのは知ってたんですけど、まさか昨日来ると思わなくて、ゲーム開いたらいてびっくりしましたね。で、それがこちら、ヨグソトース、キラキラー、すっごいヒラヒラしてる、なんて言うんだろう、このスカートみたいなの、ブオン。で、そう、なんか今回変わるみたいですね、あの衣装が2種類あって、2つがこう変わるらしい。長距離つなぐと変わるって言ってたっけな。ちょっとまた当ててから見てみたいなと思うんですけど、すごい綺麗。うわー、ヒラヒラーって感じです。スケスケのね、キラキラっていう感じですね。ちょっと今回はこちらをゲットしていきたいなって。あ、エモートもあるんだ、扉の外。え、なんでこれエモートなの？え、これゲーム内で椅子が増えるってこと？なにこれ、なにこれ。あ、で、ほうほう、スタンプもあって、タグもついてるって。豪華だね。枠とかもすごいね、これ。キラキラ光ってる。いやー。なので、ちょっと、当てるの、頑張りましょうか。まあ、単純に、これは7万円ぐらいかかるらしいんですけど、どうなんだろう。金額の幅とかってあるのかな？できれば一番安く手に入れたいなと思うので、一番安いのがどれなんだろう。これもう買っちゃってるから、ちょっと計算しよう。計算して、一番安いエコーを買った方が絶対にいいから、もう7万とかになってくると、結構差出てきそうなんだよね、ここの買うところで。はい、ちょっといろいろ調べてみたんですけど、パソコン版で買うと、まあ1エコー、この一番右下のやつで 1.77 円で、 iPhone で買うと 1.73 円だったんで、ちょっと iPhone の方が安かったんですよね。なんで iPhone で課金して増やしてきたので、ちょっとそれでこれね、今1万5000円、1万5000コインあるので、ちょっとこちらで引いていこうかなって思います。まあできれば一番安く済ませたいからね。じゃあ早速投げていきますか。5連までいけるのかな。で、このゲージが7000までいったら多分この最初の衣装がゲットできると思うんで、ちょっとやってみますか。あ、もう一気に振られるんだね。おー、あれ、あ、そういうことか。この抽選アニメーションスキップってやってるから一気にバーってなるんだ。ちょっとまあできれば最初の方は見てみたいな。コロン6。あ、でも結構なんか6いっぱい出てきた気がする。で、止まったところの、ん？これどうやったらコインが増えるんだ？ポニョポニョポニョ。おー、いいね。はいはいはい。で、増えると。あれ？これなんだろう？あ、ん？あ、これ増やせるんだ。へー。あ、なるほどね。こうやって増やせるんだ。じゃあ次行きましょうか。これ欲しいな、なんか。この家具欲しいな。これは何だろう。あ、携帯品はまた別なんだね。まあでも7000いくまでは多分当たるでしょ。で、増えて、って感じね。じゃあアニメーションスキップしていきましょうか。430。もう一瞬で。だってこれ1連いくら？ 500 で1エコーが 1.73 だから。あ、やば！パカチーン。まあ1エコーが 1.73 円。だから、かける500か。173かける500は865円。ってことは、二郎系ラーメンが1回食べれますね、この5連で。この1ボタンポチで
これで二郎系ラーメンいっぱい食べてる。すごいな。7分の1いった。オッケー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 。いやー、お金が。いや、でも、サイシちゃんのね、衣装がこの後待ってるから、僕はいくらでも払うよ。こんな可愛い衣装ないからね。もうお金なんてあげる。もう全部あげる。まあでも今回ね、正直あれだったんですよね。引くか迷ってて、まあ、前回、多分1年前ぐらいだったと思うんですけど、調香師の LR 出た時は、まあなんか出た時にノリで引いたんですけど、今回、うわ、どうしよう、7万か、みたいに思って、ちょっと引くのためらってたんですけど、まあたまたま昨日、夜ランやって、そう、夜ランやった時に、なんかね、調子に乗って、あ、負けないでしょうと思って、負けたら、最終の LR ガチャ引きます、みたいなこと言って。まあ、見事に3逃げされてしまって、そうですね。今回、引いてます。まあ別に、あれなんですけどね。いずれ引くことになってたと思うんで、まあそれが早まったと考えれば、まあいいんですけど、まあでも7万ですからね、ちょっと。あ、これで全部溜まった。よしよしよし。これしっかり取っていかないと。これは何？一日に、毎週月曜日の0時にリセット。ああ、そういうことなんだ。じゃあもう、これは増えないね。これもらうことはできないっぽいんで。普通に、7000まで引いていきましょうか。やっと半分ぐらいいくかな。半分ぐらいいきそう。いや、でもこの衣装すごいからな。早く使ってみたいね。2個目の LR 衣装。なんか長距離出すときとか。あ、もうなくなっちゃった。1万5000ぐらいあったのに。ちょっと iPhone の方で補充していきましょうか。課金してきました。1万7000。まあ多分さっき1万5000で半分ぐらいいったから足りるで。あ、なんか割引になってる。ラッキーセール23時間。やったー、割引だ。よしよし。あ、もう終わり？ 1 回だけなの？割引。もっと割引してくれるのかと思った。ダメなの？ 3600 いった。あれ？これまだ最初の携帯品とかもゲットできてないのかな？まだゲットできてないっぽいね。あ、来た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 。家具。宇宙の、宇宙の、境目。宇宙の境目ゲット。あとは、最新の携帯品ぐらいかな。これ、来た来た来た、よし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 。よかった。最後まで、もしかしたらと思ったけど、さすがに大丈夫だったね。あとはなんだろう。これか。ペット。接触。ペットもゲットしときたいね。できれば全部ゲットしたいね。こんなに投げても当たらないもんなんだ。あー、お金がひらひらひら。でもこれも可愛い可愛いサイシちゃんの衣装のため、オッケー、ペットもゲット。じゃあ、あとはポイントを貯めるだけですね。今どれぐらいかかってるんだろう、合計。なんか噂だと7万って聞くんですけどね。6万とかでいけてないかな。この出る数字が多ければ、少ない金額でいけるのかな。ちょっとあまりわからないんですけど。2300。OK、そろそろじゃない ?6500。そろそろだ。うわぁ、ちっちゃい。数字がちっちゃいよ。400、OK、割引きた。
いいね、割引してくれるの。6700、6800、あれ ?1 回ずつ投げた。1!おーい。お、5、出た。あれ、あんまり関係ない?これ。20増えてる気がする。毎回。あ、これ関係ないんだ、数字は別に。ん?関係ないのかな?うわー、惜しい !6950。あともうちょっとだったね。よし、チャージしてきました。じゃあ、ラスト、いきますか。いやー長かった。7000まで。6900。ラスト1回、いきます。シャキーン。7000! よーし。で、多分真ん中押すのかな?いきます。タップで受け取り。じゃあ受け取っちゃいますね。じゃじゃーん。うおー、スクショしとこ。きれー。何このパーってやつ。輝いてるね、さすが LR 衣装。後ろから光が出ちゃってる、もう。スクショたくさんしといて、OK! 衣装変更。で、携帯品もちょっとつけてみようかな。携帯品とあとエモートもつけて、見てみましょうか。どんな感じなんだろう。で、祭祀。きたー!じゃあちょっとこっちも祭祀で行ってみよう。ダブル祭祀で行ってみようか。これで、衣装共有で確か、OKOK できるね。こっちじゃない。で、携帯品もちょっと借りちゃいましょうか。携帯品も借りて、OK。うわー、二人祭祀で。これ。すごいことになりそうだね。うわー、じゃーん。クラゲがぷよぷよしてる。あ、これがあれか、携帯品か。うわ、いいね、この携帯品。祭祀だけじゃなくてみんなにつけれるもんね。あれ、信用する。あ、違う。これあれ違うか。角も生えてて。じゃん、こんな感じです。キャーな、セクシー。おう。お、オーマイガー。おー、セクシーすぎる、これは。ちょっとね、どうしても、まあ、そうね。まあ、胸と足のところにちょっと目が行ってしまうんですけど、まあまあまあ、そんなこと言ったらね、変態沼になってしまうので、僕は何も言わないんですけど、すごいね。綺麗。白というか紫というかなんか、で、走った時にこう、ひら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 ーってこう出るんだよね。うわー、綺麗。ひらひらしてるお姫様だ。で、長距離ちょっとつないでみよう。うわ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 ー、変わった変わった変わった。あ、ここで変わるんだね。ここで変わるんだ。で、撮ってみよう。じゅわーでこう、すごい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 。うわはははは。あ、入ってっちゃった。入ってっちゃった。あ、長距離繋いでる間だけこうなるっていうことなのかな。今の音とかもすごいよね。かっこよ。やば。じゃあちょっとこっちからはい。新しい最新出てきます。あ、ちょっとハンター来ないで。一旦来ないで。で、並べて写真撮ろう。せっかくだし。白い祭司ちゃんと、悪魔の祭司ちゃん。ちょっとお肌の色も違うんだ。こっち、なんか、なんだろうね。悪魔っぽい色。はい、笑って笑ってー。はい、笑ってー。こっち向いてー。あー、ちょっと、こっち向いて。あ、もうクラゲと遊ばないで。はい。はい、こっち向いて。あ、白い祭司ちゃん、こっち向いて。はい。はい、悪魔祭司ちゃんもこっち向いて。はい、はい、チー。あー、ちょっと動いちゃった。ちょっとね、うまく写真撮れなかったですけど。え、長距離がこれ、あ、長距離消してみよう。消したら白に戻るとかなのかな。長距離つながれてる間だけ、紫になるっていう、そういう感じなのかな。消してみよう。うわー、そういうことか。これちょっとダメージ負ったらどうなるんだろう。
あ、ダメージを負ってもそこは変わらないんだ。やばいね、このワープとかも。なんか他のサバイバー目線でも見やすそうでいいね。実用性もあるのかもしれない。ブラックホールがたくさんあるね、ここ。ちょっとさっきゲットしたエモートもやってみよう。椅子に座るのかしら。はい。あ、で、白くなって、椅子出てきた。椅子に座る。今までこんなエモートありました？椅子が出てくるなんてある？すごい、いつまで座ってるの？いつまで座ってるんだろう。長くない？長っ。これ他の人目線でも、椅子に座ってるよね。いや、座ってる。座ってる。他の人目線でも。やば。じゃあ椅子に誰かサバイバー釣られてて、こう、その前でこうやって、椅子に座って、なんか、面談みたいな感じにもできるってことか。こっちも座らせたかったな。ちょっと、なんだっけ。アクションの共有はできないから、ちょっとできないんですけど、こっちも座らせられたら三者面談できるなと思ったんだけど、ちょっと無理か。みんなでなんか、みんなでこれ椅子座ってみたいな。28とかでさ、8人集まって、で、みんなでこう椅子座ったら、なんか人狼ゲームみたいな感じで。できるんじゃない？すごかった。ワープもすごいし、長距離もすごいし、エフェクト？衣装が変わるのも、全部すごかったね。あ、椅子に座ってる状態で、闇属性サイちゃんのまま、で、この状態でちょっと、あれしてみよう。長距離消してみます。はい。あ、椅子に座った状態のまま、ピカピカーって変わるんだ。かわいい。いやー、素晴らしい衣装でしたね。よかった、ゲットできて。ちょっと最後にいくらかかったのか、ちょっと計算してみようかな。はい、ちょっと計算してみました。合計の数が、500コイン。まあ、なんで500エコーかける64回回してて、で、割引分400エコーかける2回回してて、で、最後に100円で7回、100エコーで7回回したので、合計のエコーの数が33,500でしたね。33,500エコーで今回手に入れることができました。まあ、なので金額にすると、一番安くて 1.73 円だったので iPhone で買ってね。なので、じゃじゃん、出ました。合計金額、57,955円でしたね。まあでも意外に、どうですか？意外に、7万とかいかずに、6万もいかずにね、ちょっと手に入れられたので、まあまあまあっていう感じですね。もう7万払う覚悟でいたので、ちょっと安く感じちゃいましたね。まあでも5万はね、少しお高いと思うので、この最新の人。いやでもね、5万の価値あると思う。6万か、ほぼ。6万の価値あると思うんで、こんなすごいですからね、衣装。豪華。まあ、なのでこの最新の衣装が、欲しい方、で、まあそうですね、お金に余裕のある方はぜひこのガチャチャレンジしてみてはいかがでしょうか。それではこれにて動画は終わりになります。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。動画を見ていただきありがとうございます。これからも動画投稿やライブ配信をやっていきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で。バイバーイ。